岡山、そして6打点の活躍、内山選手です。まずは激戦をものにした今の気持ちを教えてください。すごく長い、ゲームで、すごく緊迫して、苦しい戦いだったんですけど、なんとか最後勝ち切ることができてすごく嬉しいです。まずは初回でした。菅野投手を下ろすツーランホームラン、このホームランの感触を教えてください。はい、すごく良、かったので、入ったかなと思いました。そして4回の裏でした。逆転された直後の回、自身初のグランドスラムでした。このホームランの感触を教えてください。はい、完璧でした。今日は両チーム通じて30安打という熱戦となりましたけれども、この試合をものにした今の気持ち、改めていかがですか？前半戦はこういう苦しいゲームを勝ち切れなかったので、こういうゲームを勝ち切れてチームも勢いつくと思うので、すごくいい気持ちだったなと思います。今日これで前半戦は終了となります。土曜日から始まる後半戦に向けて意気込みをファンの皆様に最後にお願いいたします。チームも状態が上がってきて、勢いもついてきているので、後半戦もこの勢いのまま、勝ち続けられるように頑張るので応援をお願いします。見事なホームランでした、内山選手でした。そして延長戦見事なサヨナラの一打、脇本雄太選手です。まずは今のお気持ちを正解にお願いいたします。最高です。延長10回ツーアウトからでした。あの打席を振り返ってください。オスナが、敬遠されて、僕っていう立場で、絶対に決めてやるっていう気持ちで来ました。そして改めてレフトに打球が飛んだ瞬間、どんなお気持ちでしたか？嬉しかったです。今日はファンの皆さんも喉を枯らして4時間以上にわたる試合を応援したと思います。ファンの皆様に一言お願いいたします。こんな遅い時間まで応援ありがとうございました。これから土曜日から改めて後半戦が始まります。どんな後半戦にしたいか、最後にファンの皆様にお願いいたします。今チームも連勝が続いていて、この連勝の勢いを落とさずに後半戦も、突っ走りたいと思います。応援よろしくお願いします。見事激戦を